1> 第1代ロックスバラ公爵、チャールズ・イニスカーは、イギリスの貴族。第10代ロックスバラ公爵と、前妻、ジェーン・メリエル・グローブナーとの長男として生まれた。第6代ウェストミンスター公爵は、彼の叔父にあたる。イートン校に学んだ後、入ッする大学に進学した。2003年に、タイウェアメトロで、運賃1ポンドを支払わずに不正乗車していたため、 罰金10ポンドを追納するという事件を引き起こしている。2019年に父の死去に伴って、ロックスバラ公爵位を継承した。同時に、一族の居城フロアズ城、チビット丘陵やツイード川周辺の6000エーカーの辞書とホテルを相続し、彼の得た推定資産は1億ポンドに上った。その彼が現在もロックスバラ公爵家当主を務めている。 2011年7月22日にシャロット・スザンナ・エイトケンと結婚した。2012年に夫妻は離婚した。2021年にアニー・グリーンとの結婚を発表した。ありがとうございます。